青山学院大学、筑波大学附属盲学校の創立に関わる。また、日本で最初に通信販売を行った人物でもある。同志社大学の創始者、新島城、人間の自由と平等を説いた、東京帝国大学教授の中村正直と共に、キリスト教会の三傑と歌われた、民六社会員。娘に、後に、 須田塾大学創設者となる、田梅子、サンフランシスコで日本語新聞、日米新聞を発行し日系人社会のリーダー的存在だった、阿鼻子久太郎と結婚し、アメリカに移住したア、ア鼻子は丸な種がいる。桜城内に生まれる。父は、下佐国桜藩、堀田市の家臣小島良親三男に生まれる。幼名は千夜。下平四年、元服して、 桜井家の養子となる。文久元年に、田家のウ子と結婚し、無子養子となる。15歳で、桜半藩,藩校、重則書院で学び、藩主、堀田正都氏の洋楽寄付もあり、藩名でオランダ語、英語のほか洋楽や法術を学ぶ。安政2年に出資し、江戸では、蘭学塾へ入門し、森山栄之助の下で英語などを学ぶ。 文久元年外国武行の通訳として採用された。慶応3年、小野智五郎が幕府発注の軍艦引き取り交渉のため、アメリカへ派遣されるのに、福沢諭吉関新八の3人が通訳として随行する。津田船の娘、梅子明治維新がなると感触を辞して、明治2年には、築地の洋風旅館、築地ホテル館に勤め、 西洋野菜の栽培などを手掛ける。明治4年には、明治政府が設立した、開拓市の食卓となり、女子教育に関心のあった、開拓時間の黒田清隆が、政府が派遣する、岩倉施設団に、女子留学生を随行させることを企画すると、娘の梅子を応募する。施設団が出発した翌月には開拓士を辞職。 民部省に勤めた後、明治6年には、ウィーン万国博覧会に副総裁として出席する、佐野城民の書記官として随行。オランダ人農学者のダニエルホイブレイクの指導を受け、帰国後の明治7年5月に工術記録をまとめて、農業参時として出版した。線が、ウィーン万博から持ち帰ったニセアカシアの種子は、その後明治8年に、大手町に植えられ、これが、 東京発の街路樹となった。明治7年、米国メソジスト監督協会婦人選協会から、日本に派遣されたドーライスクーンメーカーによる、女子小学校の創立に協力。明治8年1月、同じく、米国メソジスト監督協会で後に、青山学院進学部教授も歴任した、ジュリアス・ソーパー選教師によりメソジスト派信者として、妻の初と共に洗礼を受ける。 また、古川正浦と共に、茂ロう和社の教育のため楽前会を組織する。明治9年には、東京麻布に農産物の栽培、販売、輸入、農産についての書籍、雑誌の出版などを事業とする学農社を設立。その一環として、農学校も併設した。キリスト教指導も行う。学農社雑誌局発行の農業雑誌で、 明治9年にアメリカ産トウモロコシの種の通信販売を始め、これが日本で最初の通信販売と言われている。同年には栗原信近に招かれワイン醸造技術指導のため甲府を訪れている。また、1890年には東北を視察して、リンゴ二十数種を東京に持ち帰り、当時珍しかったマスコミ向けの試食会を行った。 明治16年5月には、第3回全国キリスト教神と大神木会の幹部として活躍する。1883年5月12日、鈴木慎一の写真館で撮影された第3回、全国キリスト神と大神木会の幹部の記念写真足を孤読事件では、田中正造を助け、農民救済運動に奔走した。 明治30年には事業を次男に譲り引退、鎌倉で過ごす。明治41年、東海道本線の車内で亡くなっているところを発見された。死因は脳出血であった。去年72、葬儀は青山学院の行動で行われた。死後、内村肝臓やニトベイナゾラは追悼文を発表し、千の事業を称え、千を大平民と呼んだ。 墓所は、青山墓地。1875年9月1日、麻布東町23番地に学納舎を開業した。西洋酒病販布並びに、農業雑誌の発行、農学校の経営に従事する。1876年に、校舎落成と、農業雑誌創刊。1877年、麻布新堀町2番地西に,に移転。1898年、 千が引退すると、次男の次郎が社長を後継。出版事業は、民間自由の一大農師として、定期観光物、農業雑誌を1876年に、創刊新しい知識を得て各地に現れた、果樹栽培や種苗農家は、農学校卒業生の助けを借りることになる。また、この農業専門雑誌には投稿者や読者が集い、 それぞれが生活する場所にありながら、農学校で、津田が進めようとした、新しい技術、知識の共有と、新たな時代への対応を、紙面を通じて教授する。津田が唱えた、農は百校の父母あるいは、自由を、重しとする精神は需要の度合いに、触れ、各地へ、バトンタッチされていく。1916年7月、浮田秀穂が社長を引き継ぐ。 1921年、農業雑誌最終号を出版。1875年9月1日、麻布東町23番地に学農者農学校を設立。農園は、麻布本村町178番地にあり、教員1名、学生12名で授業が始まる。本家の終了年限を3年、余科と別家には年限を設けていない。 また学内で日曜学校を開催し、フルベッキジュリアス・ソーパー等を講師に招いた。1876年7月、農園内に進行者が落成すると、教員7名を置き、学生35名が集った。卒業生は、各地の官業をかつまり、都道府県の産業育成部門に入り、新しい農業の指導に当たるが、明治14年に政変があると、 その影響か、翌年、学生数は半減。帝国議会が開設される明治23年を待たず、農学校は1884年12月に十0年目に並行する。農業振興を支える、学能者世紀に定めた、物産交流の道である、収益部門として、農学校を終えた後も学能者は、半復により、西洋内種を普及させ、卒業生は、 その栽培指導に努めていく。五十音順1876年1月10日、創刊。1920年7月、1221号まで。創刊号の表紙裏に、ジョージ・ワシントンの言葉を英語と、その刊訳で掲げた。ア g リーズザ the most h e l ー f u l most useful and most noble employment o man, 農社人民職業中、再建前。 再尊敬、しかも最有益者なり。ありがとうございます。